皆さんこんにちは。小学5年生11歳の斉藤彩乃です。よろしくお願いします。それでは聞いてください。クリスマス。一番涼しい格好じゃないけど。何もすることがないの。クリスマスらしいの。それは何ですか。それはこれですか。音楽に合わせて設定をしてるのが合ってないよ。クリスマスプレゼントの予約はしたんですか。しました。サンタさんに連絡したの。しました。プレステ5ですか。え、あやはコスメとお洋服。二つもらえる。あの二つのうちのどっちか欲しい。お洋服靴下の中入る。私は少しお洋服。え、ノアちゃんは何も。お洋服とか。とかとかとかいっぱいもらえるんだ。はい。それじゃあありがとうね。はい、バイバイ。